日本女子代表は10月3日、アジア競技大会の準決勝で開催国の中国と対戦。4対3で勝利し、決勝進出を決めた。フォト、日本代表の歴代ユニフォームを厳選写真で振り返る。1992から2023、日本はグループステージを3連勝。バングラデシュに8対0、ネパールに8対0、ベトナムに7対0、で首位通過すると、 準々決勝でもフィリピンに8対1で対象を収め、準決勝まで着実に駒を進めてきた。ボールを持つたびにブーイングが送られる完全アウェーの中、日本は立ち上がりこそピンチを作られたが、しっかりと守り切ると徐々に主導権を握る。そして12分、右サイドをドリブルで突破した山本ゆずきからのグラウンダーのクロスに、ファーサイドで中島よしのが反応。 倒れ込みながら左足で合わせて先制ゴールを挙げる。中国も反撃。20分、右 CK の流れから、ボール前のこぼれ球をヘディングで押し込まれ、同点に追いつかれた。それでも31分、左サイドを突破した18歳の谷川桃子が、ペナルティエリア内に持ち込み、右足を振り抜く。グラウンダーのシュートが逆サイドに決まって、再びリード。さらに35分にはチバレミナ、 43分には小賀東こが決めて3点差とした。後半も日本ペースで進む中、55分、60分にセットプレーから失点し、1点差に詰め寄られる。その後も相手のカウンターを受けるが、冷静な守備で最後までリードを守りきった。勝利した日本は6日に決勝で、優勝をかけて北朝鮮と合間見える。